ブル鈴木あるところに向かっています。ヒントはムッチさんが着てる T シャツ。サルーン、サルーン。到着しました。ちょっとこう、和がね、うん、そうなんですよ。これすごいね、キャプテン翼、サッカーボール、これ4号でしょ、うん、うわ、すごい、全員言えるかな、立花君も今、すごい、立花、正男と和男のね、うん、最近の小学生分かってるんですよ。あ、マジですか。それすごいよ。2人今いるのかなと思って今ちょっと探してるところ、うん、はい、こちら、和柄のソルンの T シャツ提供していただきました。本当に、あ、こうやってアートパネルも、はい、購入することができます。はい、キャプテン翼、はい、ネット上でもね、あのオンラインでも購入できるって聞いてますけども、こちらのお店でもいろいろ購入できます。すごいね、ちょ、見て見て、これシンガー、スマホケース、かっこいい、子供用にいろいろあります。じゃじゃーん先生、ロベルト本郷すごいね。プチさん見てるの何、このシャツかわいいね。これね、微妙に、うん、これ違うんですよ。本当だ。10番。でもちょっとびっくりなのが、うん、みんな違うんですよ。番号がね。番号もその姿も、翼の小声とキックこれ。本当だ。翼で。一個一個ね。びっくり。うん、ほらヒューが。わお、タイガーショットじゃないですか。わお。これ知らなかった。ムチさん、はいよ、今日は、はい、ソルンですね。はい、ソルンです。はい、これどこでにあるんですか。ここは葛飾です。葛飾区、はい、葛飾区役所の、はい、本当にもう、交差点のところです、うん、これすごいよね。翼が読めます。うん、そうですね、単行本が読めます。キャプテン翼のこっちもありますけども、はい、すごいです。ちょっとね、いろいろ後で何が入ってるのかは、そうです ね紹介したいと思いますけども、はい、どうもありがとうございました。はい、キャプツバボール、キャプテン翼のボールです。そして T シャツ、これ蹴れるかね、ちょっと練習してみたいと思います。普通のこれ4号球ですね、4号球蹴りやすい、普通に